非常用の照明もついていない。真っ暗だ。今魔法で明かりを。待ってください。この暗闇が何者かによって故意に作り出されたものだとしたら、わざわざ居場所を知らせることになる。敵も手強くなってきた。形勢が不利になるのは避けたい。今ここで明かりをつけるのはやめておきましょう。わかった。マニュアルによれば、緊急脱出用キーが収容所内のセキュリティボックスに入っているはずだ。探してみよう。あっ、リドルさん、声を抑えて。おや、この辺り床に何か液体が飛び散っていますね。妙にヌルヌルしているんだ。うっかり踏んでしまって転びそうになったよ。これは一体何だ。そうだ、魔法でマントを大きくしてテントのようにすれば。それアズール、僕のマントの下にお入り。遮光性が高いから布の下では明かりをつけられる。なるほど、では失礼して。明かりをつけるよ。床にタールのようなものがべったりと。これはファントムがまとっているブロッド。見てください、リドルさんの足元にスティウクスのスタッフがつけている ID カード用のベルトが落ちています。ベタベタだ。カードは抜き取られてるね。というか、このベルトの持ち主はどこへ。この状況、ファントムが ID カードを持ち去ったと考えるのが自然です。そして明かりを落とし、僕らが明かりをつけたらそれを目印に仕留めるつもりで。想像よりかなり頭が回るようですね。この暗闇の中で ID カードを持ったファントムを探すのは無理だ。まずは照明のスイッチを探そう。いえ、このまま敵を探しましょう。なんだって。暗闇に潜んで相手の不意をつくんです。相手はすでにケージの外に出ていますし、床に点々と目印を残している。僕は深海育ちで暗いところには慣れています。すでにかなり目が慣れてきました。ナビゲートはお任せください。わかった、今回は君を信用しよう。行きましょう。